Nスタ特集は、今日からお伝えするシリーズ、震災から9年、復興の現在地の1回目、南相馬市のボランティアセンターです。9年が経ち、震災の記憶が風化していく中で、去年は台風19号でも被災した南相馬市。被災地の変化と現状をボランティアの目を通して考えます。先月21日、南相馬市小高区にあるボランティア活動センター。おはようございます。お願いします。訪れたのは、名古屋市から来た10人のボランティアたちです。県内外から訪れるボランティアを受け入れて9年、センター長の松本光雄さんの挨拶でボランティアの1日は始まります。今日は団体1団体で、通常の木金はほとんど人がいなくてですね、ひどい時は一人なんていうこともあったんですね。風化が進んでるっていうのを肌身でひしひしと感じる今、状況です。その中に名古屋からね、遠くから来ていただいて本当にありがとうございます。震災後に開設されたボランティアセンターには、多い年で年間5万人ものボランティアが訪れましたが、去年は年間およそ3000人にまで落ち込みました。復興が進む一方、ボランティアの助けはまだまだ必要ですが、震災の記憶の風化とともに人手不足が深刻化しています。そうした中、去年県内を襲った台風19号、南相馬市では各地で川が氾濫し、市の男性職員が死亡するなど甚大な被害に見舞われました。震災と台風、大きな2つの災害の被災地となりました。では黙祷。この日、名古屋のボランティアたちが訪れたのは、台風の爪痕が残る真野川の河川敷です。震災、そして台風で亡くなった方へ黙祷を捧げてから活動に当たります。ご冥福を祈るのと、復興が一日でもというのと、また自分たちもできることで被災地の方に力になりたいなという思いと、生い茂った雑草を刈り、流れてきたゴミなどを分別、それぞれまとめていきます。河川敷の整備を依頼したのは、地元に住む男性です。この場所を住民の憩いの場にしたいという思いがありました。近い将来、そういうことで、花見もできるというような場所でですね、整備していきたいというふうに思っています。ボランティア活動センターには感謝、感謝の感謝です。ボランティアに参加した男性は、現地を訪れてから初めて2度の大きな災害に見舞われた被災地の現状を知ったといいます。9年ですか、震災から。でまたここは台風19号の影響でこうなってるって聞いてはいたんですけど、思ったよりもやっぱひどい状態で、やっぱ情報がないです。なんか届いてないというか、知らなかったですね、ここまでっていうのが。まだそうですよ、ね、翌日のボランティア2日目、この日の活動は家を取り壊した跡地の整備です。依頼したのは、この家に住んでいた青田誠さん、73歳。震災そのものもそうですし、その後の避難がね、それで不在になって傷んだのが、手入れができなくなったのが大きいですね。誰も住めなくなったことから実家の取り壊しを決めましたが、土地を更地にした後も問題はなくなりません。大変ですよ、家するだけでも。手入れはね、しておかないと、それこそ猿、イノシシの住みかになっちゃいますから、ボランティアの人がいないと自分でやらなきゃならないんですけども、自分で維持するってなると、
毎週来てやらなきゃならないです。青田さんのように所有する家や土地を残して県外で暮らす人がこまめに南相馬を訪れ管理をすることは難しいのが現状です。ボランティアセンターでは近年こうした所有者から土地の整備についての依頼が相次いでいるといいます。いないんだけども草刈りをせざるを得ない。その大きな要因は小田閣が土地の所有者に送っていた書面にありました。所有者に土地の管理を依頼するこの書面で小田閣が相談先として案内しているのがボランティアセンターでした。こうした対応を取ることについて小田閣からセンターに事前の説明はなく資金などの援助もありませんでした。本来はこういうところに出しますよって言ってもらえばですね、いいんですけど、もう勝手にです。本人が持ってきて初めてですね。でこういうのは最近はこういう依頼が増えました。南相馬市は所有者のニーズに合う相談先が現状ボランティアセンターしかないとした上で、来年度にも土地整備の委託ができる他の民間企業などを探して相談先を増やし、現状の見直しを図っていくとしています。しかし新たな依頼に対応する中でやはり直面するのが歌の歌詞ですかね。人は石垣、人は城。人ですね。人が欲しい。震災の記憶の風化とともに深刻化する人手不足。それでもセンター長の松本さんは需要がなくならない限りボランティアを続けると言います。お亡くなりになった。住民に笑顔はかなり戻ったんですよ。ただそれが本当の笑顔かどうかは分からない。これからもできる限り頑張る。縮小してもですね、センター縮小しても頑張る。住民の本当の笑顔が戻るその日まで。震災と台風の被災地でボランティアセンターの活動はこれからも続きます。行政が対応できない依頼に柔軟に対応できるこのボランティアセンターは被災地にとって必要不可欠なものなんですね。そうですね。で、震災から9年が経ったわけですけれども、今は行政の補助金というのもほとんどなくなりまして、センターは経済的にも厳しい運営を強いられているということなんですよね。で、センターの力になりたいという方はこちら電話番号出ていますね。こちらの電話番号までぜひお問い合わせください。